舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。波の音を聞きながらビーチでゆっくり自分と対話してみようと思っても、ゴミが落ちてたら気分台無し。ポイ捨てされたゴミもあるし、最近は海から流れ着く海洋プラスチックゴミも増えているとか。お、ゴミを拾ってる人たちがいますよ。見たことのある服装だけど。ここは唐津市の浜崎海岸。ゴミを拾っているのは大手コンビニエンスチェーンのセブンイレブン関係者とそのご家族。セブン&アイホールディングスとしても、環境に配慮する SDGs な取り組みということで、まずは海岸の清掃っていうところを、概ね年2回やらせていただいてます。ところで海岸にはどんなゴミが多いんでしょう？プラスチックですかね。ちっちゃくちぎれたようなビニールのゴミが多かったです。プラスチックが多かったです。海洋ゴミってプラスチックが一番ね、800万トンというふうに年間でも大きいって言われてるところが、まさにこの地域一つ取ってみてもこれだけ出てくるんだなっていうのは実感してます。世界中で問題となっている海洋プラスチックゴミ、海に漂うゴミを生き物たちが誤って食べてしまうなど、生態系にも大きな影響を及ぼしています。海と日本プロジェクトはチェンジフォーザブルーを合言葉に、さまざまな企業とともにこれ以上海にゴミを出さないという意識を社会全体へ広げていく取り組みを行っています。実は海洋ゴミの多くは街中で発生したもの。ポイ捨てされたゴミは雨などで排水溝や川に流れ、海にたどり着き海洋ゴミに。そこで佐賀市内でもいろんな企業が海洋ごみ削減に向けチェンジフォーザブルーのゴミ袋や手ぬぐいを持って街中のゴミ拾いを行っていますよ。釣りをするものでですね、この辺の海にゴミが落ちているとかすごく目につくんですが、普段からですね、ゴミ拾うとか我々全体としてもやっていかないといけないのかなっていうふうに感じました。そう、まずは気づき行動することが大切ですね。ゴミがいっぱいあって、きれいにしたら気持ちよかった。海ゴミゼロに、チェンジフォーザブルー。海と日本。見てくださってありがとうございました。Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。